Hello， 大家好，我是 Princess Sasha， 皆さんこんにちは。新年快乐，明けましておめでとうございます。新年なのでおのずといつもよりおしゃれに気合が入っちゃいました。また過去にやってきましたよ。今回は弾丸です。今回の旅はあっと驚く摩訶不思議なスポットや超便利でお得な交通情報、高尾で初めてミシュランに紹介されるかもしれないレストランの他にも、高尾の超豪華なタウンホエの予習など盛りだくさんです。レッツゴここは世界一奇妙な団地。湾曲した高層マンションが10棟以上ある話題のスポット。半円形の建物が向かい合わせに建っていますよね。ここはもともと高尾最大の軍人専用のチュンチュンと呼ばれている集合住宅で、最盛期にはチュンチュンを出なくても生活ができると言われていたほど、生活に必要なお店や病院などが全て揃っていたそうです。いただきます。見上げると建物が円を描いてて不思議な感じになります。なんかバームクーヘンを真っ二つに割って離した感じ。想像を超える壮観な光景が広がる場所で、カメラのシャッターを切る手が止まりませんね。世界各国のカメラマンがやってくるのもうなずけますね。お得なサービスを利用して無料で U バイクに乗ってスイーツを食べに来ちゃいました。ここでちょっと一息、そうそう船も乗れちゃいます。この詳しい情報はまた後ほど。さすが美術館駅、アートで溢れてる。ここは雫が落ちたみたい。落ちて跳ねてもっと跳ねてでポチャン。鉄道もこんなにポップでカラフル。この新しい交通手段として注目を浴びているライトレール、乗ったことがない日本の方も多いですよね。今この QR コードでここまでやってきました。この王新山陽マーは超お得なサービスです。たったの99元で全部乗り放題。このスマホさえあればどこにでも行けちゃいます。超便利、超おすすめ。哈马新铁道文化园区の前身は高雄港駅で、高雄で最初の鉄道駅でした。見どころたっぷりのオブジェがたくさんありますよね。高尾はかつては工業都市のイメージでしたが、今や芸術文化によってそのイメージを変えつつあります。愛河の整備と浄化により高尾全体の雰囲気が変わりましたね。今は進む都市交通の整備が高尾の都市としての進歩の象徴ともなっていて、不断に変化を続ける高尾は古い町の物語の中から自身の未来を引き出しています。こうやって歴史などを基礎に発展を続けるというのが、この南台湾最大の都市高尾の不思議な生命力でしょう。高尾の工業のイメージの裏には都市と自然が織り出す文化があり、夜になればますますロマンチックな雰囲気に。2022年は高尾で行われています。今回はメイン広場が2つもあって、ウェイウィンと、アイフワンの2カ所。今私がいるここアイフワンはボアのところですね。
のは今年が初めてで、台湾タウンフェ今年の高雄ではなんと20年ぶりなんですよ。通りで一味違う。に来てもこう思うんですけど、本当に時間がゆったり過ぎていってバカンスに来てる感覚になります。本番のタンホエはまだですけど、先に予習に来るのもいいですよね。でも本当に広すぎて、今日1日だけだとアイフワンのエリアしか見れなかったのが本当に超残念です。なので皆さん、もしタンホエに見に来る際はぜひとも何日間か滞在してくださいね。今回は密かに今年必ずミシュランの星を取るであろうと言われているレストランに行こうと思ってたんですけど、そのレストランは日本のミシュランシェフが台湾に来てオープンしたお店で、今高雄で一番予約が取れないお店みたいで、本当に予約が取れなかったんですよね。だから今日ここに来たんですけど、でもここもとてもいい雰囲気なお店、ロマンチックなタンホエを見終わった後の雰囲気のいいお店のディナーも欠かせないですよね。いつもはなんかミシュランのガイドが出てからそのお店を知って、そのお店に行くことが多いですけど、まあ、ほとんどがそうですけど、今回はそのミシュランが出る前に、予測してそこに行こうとしてたんですけど、次回はそのお店に行ってみたいですね。プロジェクションマッピングは台湾タンホエのプレイベントの作品の一つで、高雄市にはこの20年の高雄の進化と変貌を表した面白い作品がまだまだたくさんあります。いやー、今回の高雄本当に盛りだくさんでしたね。それでは最後にプロジェクションマッピングで終わりたいと思います。私たちの動画を見て高雄に行きたいと思ってもらえれば、頑張って動画を作った甲斐があり、とても嬉しく思います。もし動画を楽しんでくれた方は、私たちのやる気アップとさらなる動画のクオリティアップになるので、ぜひぜひいいね、高評価、チャンネル登録お願いします。 Facebook、Instagram も毎日中国語と日本語で動画と違う情報を更新しているので、そちらのフォローもお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。